こんにちは、アップアップガールズかっこ仮の森崎です。こんにちは。さあ、モレティにとって2019年は何だろう、自分とたくさん向き合った1年だったなと思います。なんか自分って改めてどういう人間なんだろうなみたいなのも考えたりとか、あと行動したりとかもしたし、それをなんか通じてすごいたくさんの方に改めて私って支えてもらってるんだなってとっても感じた、1年間でした。そんな1年間2019年、私の、流行語はやっぱり何が何でも森崎らしくじゃないですかね。なんかそうです、その森崎らしさって改めて何なんだろうって考えたりもしたし、この言葉を発することによってね。で、実は森崎らしくっていうのは私13歳から使っているというか、言い続けている言葉なんですけど、こう改めてその森崎らしくがこの1年でなんか再発したというか、そしても自分もめちゃめちゃ言ってたし、あとファンの人たちもなんか特典会とかでこう森崎らしくのポーズをして写真撮ってくれたりとか、あとはなんだろうな、私の誕生日の時の T シャツのデザインも森崎らしくを入れたりとか、なんかこう改めて森崎らしく生きて、改めて自分ってどんな人なのかなって考えた1年でした。そんな、森崎ですが、2020年はどう過ごそうかね。まあ、森崎らしくっていうのをなんかこう、なんだろう、森崎らしくありたいって思うから自分的に言い続けてきたんだけど、まあそれを言わずとも、なんかこうナチュラルに自分らしく生きていけたらいいなと思います。多分私のその自分らしさの旅はまだまだ全然続くと思うんですけれども、そこも含めて、楽しい2020年に、そしていろいろチャレンジし続ける、好奇心旺盛なモリモリな2020年にしていけたらいいなと思いますので、引き続き森崎の応援よろしくお願いします。以上、森崎でした。